談話室吉澤。ようこそ談話室吉澤へ。俳優吉澤亮さんの作品やお芝居について語っています。お相手はあんこが苦手な私桜餅、ピアノは友達のウイローさんときびだんごさんです。それでは本日も勝手な推し語りにどうぞお付き合いください。マーキュリーファーを見てきました。2月26日土曜日お昼公演、西宮1回目、全体では28公演目の後半です。ローラとのキュンキュンシーンを終えて、ナズを呼ぶのがうまい。のっけからね、プロの俳優さんに向かってうまいとか言うのもなんですけど、いや、うまい。うん、1回目と2回目のバランスとか、間とか、声の調子の変わり具合とか、もうどれをとっても完璧だなと思いました。で、そのナズの家族写真を見ているエリオットをローラが意味ありげに微笑んで、エリオットが、なんだよっていうところ、ローラがですね、体ごと意味ありげで、まあ、劇場も大きいし、とてもいいなと思いました。ローラが完全にエリオット側を向いているので、上手にいるとローラが何をして、エリオットがなんだよって言ってるのか分かりにくい時があったのですが、こうやって体ごとね、クッと見てくれると親切設計だなと思います。で、ありがとうローラっていうのが、ちょっとふざけた感じの音ではなくて低めで、なんて言うんですかね、この白の斑点がついたゴールドとか不滅とかも、こうちょっと過去のことっていう風にエリオット自身があえて距離を置いている感じに聞こえまして、あ、本当に聞かれたくないんだなってすごく思いました。聞かれたくないのは知ってたけど、すごく聞かれたくないんだなって思うような口調でした。でもまあせがまれて結局話しますが、ビールをぐいっと飲んで、結構な高さから缶をカーンと置いて、はぁーっと、大きなため息で、あ、思い切りが必要なのかなっていうきっかけがいくつも出てくるんだなっていうのを改めて思ったりとか、で、なんかお芝居で、まあリアルでもそうですけど、話し始めるきっかけとして、例えばこのビールをぐぐいっと飲んで、で、これはって話し出すとか、缶をカーンと置いて、これはって話すとか、はっと息をついて、これはって話し出すとか、どれか一個でもいけるところをこういくつも重ねることで、彼の中でこの話をすることへのハードルがあるんだなっていうのが、あるんだなと、ちょっと改めて思いました。なんとなくだったんだけど、そういうことかなと思ったりしています。話したくないのは知ってたけど、すごく強く感じさせるっていうことですかね。そう思うとこう、ね、まだまだいろんな手札があるんだなーって、すごく、感動しますし、まあ、ね、人間は欲深い生き物なので、そうなんだ、じゃあもっともっと見せてくれようとも思ったりもしますね。うん、本当に楽しみです。これから10年、20年、30年、40年、50年、100年、100年見ていたい楽しみさです。ああ、長生きしなきゃ頑張りましょう。ね、話しながらお袋の歌を聴くのが好きだったっていうのがすごく感情的で、で、ブンブンっていうのも大きくて、で、ここの最後の聞こえなかったよの、あと、口をギュッと結んで本当に挑むような感じでした。熱い感じでしたね。で、この回も椅子は華麗に飛んだのですが、プレゼントが布を結構前の方まで引きずってたので、ちょうど布の上に椅子が転がることになって、消音効果がありまして、その前に、ね、エリオットがその足を引きずりながらこの布をまたぐという試練もありまして、いやいや、いろんなことがありますね、と思いつつ、華麗に飛んだ椅子をね、華麗に直すエリオットを眺めているわけですけど、そうだ、いい記憶、この次の座ってって言われて話すいい記憶がですね、そうなんですよ、新潟、でね、この一個前の回の、これはさすがにメモがなくても覚えてるんですけど、いい思い出が俺を苦しめるとおっしゃいまして、2015年の高橋一生さんのダイジェスト動画では、いい思い出という言葉を使ってらっしゃるんですよね。でも2022年版は、この吉澤エリオット版はずっといい記憶がとおっしゃってると思うんですけど、
新潟で急にいい思い出となって、おっと、と、この先は思い出になっていくのか変更なのかと思ったら西宮で記憶に戻りまして、以降今のところいい記憶とおっしゃってると思うのですが、もうそれにしてもですね、こう自然に、すごく自然にいい思い出があって出てくるってことは、割と両方でお稽古されていたのかしらとか、制作の方でもどっちにするか結構開幕近くまで揉んだのではないかしらなど、非常に興味深く、で、思い出または記憶でどっちかなってなるってことは、おそらくメモリーでしょうねと思っちゃったんですけど、原作を確認し、原作記憶か、確認したら違って、結構ここは実はなかなか日本オリジナルの感じだったんだなということが、こんなにキーワードっぽいのに、って思って、元のやつではですね、なぜや誰が覚えてないとか、俺もこんな覚えてなきゃなとかのところではリメンバーを使ってるんですけど、いいこと全部叩き出してやりたいのいいことは、ザ・グッドスタッフ、スタッフドピーマンの詰め物のスタッフですよね。その考えもどうかと思うけど、その、何かしらいいもの、いいこと、形のあるもので、なんて素敵な品物っていう使い方もするし、形のないもので自分の素敵な心の中の宝物みたいにも使うようで、まあ、ちょっと調べたところ。で、そのザ・グッドスタッフが悪いって感じなんですよね。で、まあその素敵な心の中の宝物みたいに使う用途があるということであれば、いい思い出という言葉に移しやすいのかなとも思うんですけど、まあその、この良いもの、ザ・グッドスタッフを頭蓋骨から叩き出したい。で、このザ・グッドスタッフが悪いんだっていうことを戯曲では言っているんですよね。それを、まあその前のこんなに覚えてなきゃなからつながって、これをいい思い出、あるいはいい記憶という言葉にしてるんだなと思うんですけど、もう若干、意訳的というか、解釈的というか、そのままではないんだなっていうことでですね。もう、ね、翻訳の方と、マーキュリー・ファーのみならず、フィリップ・リドリーの戯曲がもう肌で、わかる。共感して演出でき、そのまま今日演出で送り出せるという白井さんとで、ここをどのように思ってらっしゃるのか、ぜひ何かの機会にお聞きしたい。なんか、キーワードみたいになってるけど、どういう経緯でこれを記憶あるいは思い出にしたのか、むちゃくちゃ気になるなと思いました。教えてくれないとは思うけど、何か機会があったら聞きたいなと思います。で、まあ、このあたりの、黒いバタフライの話とかを、何ですかね、怒るとか、叫ぶとか、嘆くとかというよりは、短めに吐き捨てる感じで言っていくのが、なんか、本当により一層、彼の苦しさみたいのが出てるなっていう気がして、もしみじみしたのと、あとこの手での手とか、俺たちがのたちとかの音がこう飛び込んできて、でもこれもあえて立てていようとしているというよりは、噛み締めてらっしゃるのがこちらに伝わるっていうような印象でした。なんか、ね、ここ、同じようで言って言い回しとかがやっぱり微妙にじゃない。結構、変化があったりとかしてて、やっぱり感情が波立つ部分なんじゃないかなと勝手に思ってるんですけど、だからその時々の、エリオットの気持ちの流れみたいなものが違って表されるのを、まあ、客席も違って感じ取るようなことになってるんじゃないかなって、すごく演劇を見るという点でも、吉沢さんのお芝居を見るという点でも、この戯曲の肝を探りたいという点でも、むちゃくちゃ興味深いシーンで、引き続き考えていきたいなと思っています。さて、で、姫が来まして、スピンクスに食ってかかるあたり、サイドの窓のオレンジがむちゃくちゃ強くてですね、それに照らされて陰影が濃い
もうこれだけでドラマチックな感じがしました。で、あ、そう、ところで、エルとダレンがゲストを迎えに行ってる間、しばらく、ナズニにも割と優しかったスピンクスなんですけど、もうなんかね、姫への甘さとナズへの当たりの強さがグインとここで際立ってきて、なんだろう、声とお芝居だけじゃなくて、こう、全身で姫にはニコニコ、全身でナズには威嚇するみたいなのが、本当にすごいなと、存在の仕方がすごいなと思いました。と、ここの注射の前のナズの吹っ飛ばされ方が本当にうまい。絵に描いたような吹っ飛ばされ方で気持ちよくてもう拍手したくなっちゃう感じです。と、そう思ってたら、ローラと姫にナズの部屋にいてもらおうというくだりで、スピンクスにすがって弾き飛ばされるエリオットの弾かれ方も最高でした。素晴らしい。みんなナイス弾かれっぷりです。で、ゲストがプレゼントをチェックしたいというところで、ゲストもすごく抑揚がいやらしかったり、細かいゲス芝居を挟んできたりして、すごくいいゲスっぷりで、嫌悪感を逆なでするような存在になってていいなぁと思っているんですけど、そのゲストがチェックしたいというところ、エリオットがですね、机の端に腰掛けて、もう嫌悪感もあらわに、そういうわけで、逆立てられたので、イライラと椅子の背を叩く。ところがむちゃくちゃかっこよくて素敵でした。お芝居も良かったしかっこよかったです。で、パーティープレゼントと姫が駆け寄ってしまうところのエリオットの振りほどかれる感じも良い。さっきみたいなスピックスに振りほどかれる時みたいなバーンっていう感じでは全然なくて、ここではプレゼントに物理的な力がそんなに出てないのに、姫が関わってきたことによってエリオットの力が抜けてしまってプレゼントが動けるようになってしまうっていう印象がもう物悲しくて、でも稀にですねプレゼントが強い意志で弾き飛ばしたように見えるところもあって、もうここのねお二人の呼吸もすごく興味深いところだなと思います。ね、スピンクスに病院から逃げ出した夜の話をされて、マスクつけろっていうところでは、このエリオットの表情は見えないものの、拳をギュッと握って喉がヒクヒクヒクっと動いているのが見えて、もう全身が悲しみ苦しみに震えてるんだなっていうところからの脱がせてこいでやるんだよがかなり激しくて、胸を疲れました、ね、格闘の後ゲストの荷物を探して、こう先にカードケースを確認してましたが手がかりがなく、で誰にこれからどうするって聞かれて、わかんないって壁に向かって拳を叩きつけるところ、これがですね高い位置、頭よりかなり高い位置を叩いてて、もう壁にすがるみたいな形になってる。頭の高さでガンって拳をぶつけるよりも怒り成分が少なめで、やるせなさ成分が多めに見えて、もう頼るものがない、壁にすがるみたいな風に見えて、すごく良かったなと思いました。でラストシーンは北村ダレンがこの回はすごくグスグスと泣いているように見えまして、エリオットに銃をしまい、それは違うと詰め寄るところも本当に切迫してて、それなのにエリオットはダレンの言うことを聞かず、銃にすがるように銃を愛おしむようにな、これだけが頼りみたいな感じで顔を寄せていって、本当になんか通じてないのかなっていうのが悲しいし、でもものすごくで向き合ってからは、その泣いてるダレンの涙もエリオットがすべて引き受けて自分のこの手でっていうようにも見えて、なんだろう、つながってないように一度見えた。だけど実は、もう誰よりもずっと、やっぱりね、エリオットが大事にしているのがダレンで、その大事にするやり方っていうのがこれしかなかった。これしか選べなかった。これを選んだ自分でこれを選ぶ。ということが大事なことだったかな、っていうようなね、このエリオットが
ダレンを引き受けて、で、ダレンは一緒に生きようと言っていて、っていうこのせめぎ合い、やりとりみたいのが本当にいい共演ですよね。お二人がね、よくいろんなインタビューでおっしゃってるけど、本当に分かり合ってらして、まあその、共演する俳優同士が、プライベートで必ずしも分かり合ってなきゃいけないかっていうと、そんなことは全然なくて、板の上で分かればそれでいいのですけども。でもやっぱり、共演経験が多いっていうのは人間ですので、絶対いい効果があるんですね。この彼らに限らず、どんなベテラン俳優さんとかでもそういう感じがするんですけど、だからこう、ね、深いところまでこう相手の心の動きというか、出方を汲み取りやすいスイッチが、違う、回路がもう通ってるわけなので、もしかしたら本人すら気づいてないかもしれないかすかなところにも反応し合ったり、共鳴し合ったり、汲み取って、で、その時にしか生まれない彼らのシーンができるんだよなっていうのを、この時に改めて感じて、いや、いいもの見せてもらってるなと、しみじみ思いました。で、最後の最後、そんなダレンを受け止めるようなエリオットの抱擁、強くギュッとっていうよりは、寄り添うような感じで、ダレンの頭にエリオットが頬を寄せた感じで、見えたところに、安定。っていう感じでした。はい。というところで、今日はここまで。明日は、まだ新潟のメモが見つかってなんで、引き続き西宮2回目。思い返していきたいと思います。よろしければどうぞお付き合いくださいね。それではまた。